皆さんこんにちは、文化盆栽園新垣です。今回はですね、こちらの浜下垣の剪定と針金掛けをしていきたいと思います。植え替えからですね、ずっと枝葉を伸ばして力を蓄えるために、今までですね、剪定もせずにずっと養生していた状態です。でこれからですね、剪定をかけて針金をかけて、仕立てていく感じになります。では始めていきます。
今回の作業はこれで終了ですね。チャンネル登録や高評価の方をいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。